電波の強制受信の仕方と時刻カレンダーを手動で合わせる方法です。まずは時刻の変更の仕方です。リューズを一段引き出します。B ボタンを2秒以上押します。リューズをもう一段引き出して2段階引き出した状態にします。今回は時刻を合わせるので B ボタンは押しませんが、リューズを回して時刻を合わせます。リューズを素早く回転させると時刻と日にちは連続して回転します。少し回すと止まります。9時に合わせます。B ボタンを押すと修正対象が時刻から日付に変わります。リューズを回して調整します。リューズを少し回すと1日変わり、素早く回すとずっと変わり続けます。リューズを少し回すと止まります。31日に合わせます。Bボタンを押して修正対象を日付から曜日に変更します。リューズを回して曜日を合わせます。今回は日曜日に合わせます。 B ボタンを押して変更対象を曜日から年月に変更します。秒針が3と4の間にあるので3月を表しています。秒針が3時のところから2秒進んでいるのでうるう年から2年目を表しています。リューズを2段階戻すと時刻が進み始めます。次は強制受信の仕方です。リューズを0の位置にします。 A ボタンを2秒以上押します。クロノグラフの20分の1秒針が RX を示します。時間がかかるので置いておきます。通常2分から30分で強制受信が完了します。時間がかかったので飛ばします。今回は10分で強制受信が完了して時刻が動き始めました。最後に日付が変わっています。早送りします。
時間がかかりましたが元の時刻に戻りました。今回紹介した方法で時刻を合わせることはほとんどないと思いますが、やっていて面白かったです。これからも参考になる動画、おっと思わせる動画、新しい発見の動画を投稿していきたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。